いじめっ子を配信にさらそう。いじめっ子、いや、ふかしじゃないよ。ほんとだよ。ふかしじゃないよ。だって、そうじゃなきゃ、いまだに中学の同級生が来ないでしょ、俺の放送に。わざわざ。しかも同窓会誘ってんだよ。八王子帰ってきたらやろうよ、つって。うん、結婚式は呼ばれたことないです。はい。ないです。なんで呼ばれへんやろうな、友達やったら。さあ。公電でバレたからな。公電でバレたってどういうこと？一回もないね。だからみんな結婚してないんじゃない？だって俺を誘わないなんてありえないじゃん、うん、俺友達いっぱいいたのに俺を誘わないなんてありえないから。みんな結婚してないんだよ多分。そんなわけあるかい。マリちゃんありがとう、キップ。みんなゾウさん、ブタちゃん、 SL フワッチくん投げてて、ちょっと今日の分終わっちゃうから、ちょっとサイコロ頼むわ、切符と。お願いします。みんな結婚してないんだよ多分。名前書いただけで受かる高校は？名前書いてるだけで受かんないよ。勉強したよ前の日。八王子帰ったらちょっとやってみる、同窓会放送 やらしてくれるなら。恥ずかしいけど放送やらしてくれない、ちょっと同窓会してみる。でもその二人だけなんでしょ。何が喋れる人？誰がですか？中学。いや中学いっぱいいますよ。でもいや来る、いやその来るか分かんないから。俺のことをなんか配信してるのを知ってるのは中学の同級生で3人ぐらい知ってるらしいから、なんか一人が俺のこと見つけちゃって YouTube でね、つばりやんさんのあれが、あれをそれで広まっちゃったなんて、おいっていうね。みんなに広めちゃったんだって。中学のサイコロありがとう。余計なことしてくれるよ。じゃあその話題になるだろうね、うん、この枠にも同級生3人ぐらい来てなかった？来てるよ。だから男2人の人と、あ、女の子も来てた。女の子2人来てたな。しかも言っていいのかな、一人は俺の実家のもうすぐ近くの同級生だぞ。女の子ほぼ近くの。恥ずかしいよ。近所だよ近所。サイコロサイコロありがとう。サイコロ切符ありがとう。同級生みんな正社員頑張って、お前何やってんの。でも褒められたよ同級生に。この前大ちゃんはすごいよ、ねえこういうのでやってるからっつって。あ、俺ね返してないんだよ LINE。 怒っちゃう。 LINE 返してないからあれかな、怒っちゃってるかな。俺あんまりねこう言っちゃあれだけど、嫌なんだよね、あんま、はい、リアルの人見られたくないんだよ配信を。だからあんまりリアルとあれを分けたいから、同級生に見てもらえるのは嬉しいんだけど、あ、嬉しいっていうか悪く、まあ別にいいんだけど、うん、架空の人物全員で降りたいんやったら
同窓会配信無理だね。どう木下くんで行かないと。木下くんだったら何も喋らないよ。同窓会やねんから。9割嘘がバレちゃう。別に、ま、嘘じゃないけど、うん、お風呂入りましたよ今日。同窓会やるって、いや、やってもいいけど、同窓会は全員じゃなくて木下くんやで。いや全員で行くよ。いや、おかしいだろ。いやだって無理だ。何がやの。そんな俺で言ったって、俺で言ったら別に何も喋ることない。どういうこと。だって何やってるのって言われたらもう終わりだし。俺正直言って二十歳の時の同窓会で嘘ついてるからね。 IT 系って何やってんのって言われたから IT 系やってるっつって、先生に言われたよ。だから大丈夫かっつって、なんか心配されたよ。心配されたよ。もう二十歳の時俺あれだから配信してたから。でも配信で食べてないけど、ただの本当にニート。二十歳の時なんて配信で食ってないから。本当に BGM がすごい励ましてるよ。本当にニート。今もニート。パパとママが寝てからピアキャストでゲーム配信してました。いや、今でも IT 系って言ってるよ、この仕事を。 IT 系っていうのは俺の中でインターネット系な。 IT 系は全一応配信者を IT 系の仕事やと思ってるらしいから。うん、先生でも死んじゃったんじゃないもん。あんま言ったらあれだけど、結構経ってるから先生も死んじゃってんじゃない。わかんないけど、まあでもあれだな、ちょっとまあ東京帰ったらオダシーでも会いたいな。たまには東京帰ったらそういうあれしようか、配信ね。どう、俺の友達と会う配信。小田代くんをなんとか、小田代くんをなんとか構成させたい。あ、構成というか、しっかりさせたい。え、向こうがそう言ってくるわ。ダメ男だから小田代。小田氏だ、ダメ男だから。サイコロありがとうございます。俺がなんとか友達を救いたい。だから何度も救おうとしたんだけどね。俺配信やれって言ってるのにやんないし、俺がな、悪の道に引きずり込んでるだけや。いやいや、だって何度もお膳立てして言ってんのにやんないし、ダメだよ。女にすぐ振られるし、ですぐ作るし、でまた捨てられるし。でいつも 俺におごら、おごられるのは当たり前だと思ってるし、うん、会うたびに お金ないっつってさ、俺におごってもらってさ、お金ないっていつも言うんだよ。お金ない、お金ないって。自己紹介。いや本当だよ、本当に言うんだ
お金ないんだよねって。そしたら俺がおごるしかないじゃん。じゃあ、俺おごるよっつって。おごってもらったことねえからね、小田代君に。一回も。一回もど、あの、一回もおごってもらってもない、小田代君に。しかも電車代も帰ってきてない。で、電車代ないから、で、あの、で、電車代ないのに来たんだよ。あの、待ち合わせ場所。で、帰り、帰れない、あの、電車代ないから帰れないって言うんだよ。じゃあいいよ貸すよっつって300円貸したんだけど、ずっと帰ってきてない。300円もないのかよと思って、え、どうやって帰るのっつって、いやもう歩いて帰るよって言うから、いやそれは俺出すよっつって電車代あげたんだよ。あげたって貸したんだよ、うん、そんなお出しろですからね。お出しなんか自己紹介ほんとそっくりなんだね、うん、そして顔が向こうの方がイケメンっていうだけで、ナルシスト。なんかなんか会うたびに、会うたび俺に聞くんだよ、どう、僕イケメンだよね、イケメンだよねって。写真見せてきて、僕どう、痩せたよね、イケメンだよねって。いつもずっと聞いてくる。俺イケメンだよね、イケメンなんやろ、僕どう思う、イケメンだよねって。確かに顔はまあ整ってるかもしれないけども、じゃあ善逸の方が悲惨やん。いや顔は崩れてるから。そんなおだしです、みんな。おだし、あの、でも面白いと思うよ、俺は。俺好きなんだよ。面白いよ、あれは。だから面白いっつってんのに、配信しないんだよ、あれ。あれ面白いよ、うん。俺ずっと笑っちゃうもん、あったら。ツボにはまって。だっておかしいこと、おかしいんだもん。おかしいんだもん。おかしい人におかしいおかしいって連呼されてる。まあそんなおだしなんですけど、俺 LINE をあの登録してって古無視してるんで、あの連絡が ついてないですけどちょっと返さないとな。登録してないんで。いや最低で忘れちゃうのも、なんかもう一生友達でけへんと思うで、ちゃんとしときや。切符ありがとう、最高のありがとう。いやだから何度も言うより、もう俺は、いやまあ確かにまあ小田翔君大事だけど、ちょっとあれ、俺はあれなんだよ今、あんまりね。善逸が配信者じゃなかったらガチで友達でけへんと思うから。いや配信者じゃなかったら別に友達をいっぱい大事にしてましたよ。いや友達できてない。あ、レイヤちゃんからありがとう。配信仲間たちは善逸善逸ってやってくれるけど、一般人やったら善逸と友達になりたくないもん。おい、こう言われてんぞ、こんなこと。ガリの切符だけありがとうって言うてへんでって。ありがとう。クバさんありがとう。みんなちょっとあと9分で終わっちゃうから、これあの今日の分サイコロ切符ちょっと2つ今回無料アイテムあるから投げてください、お願いします。有料アイテムもちょっと投げれる方1個でもお願いします。ちょっと